踊り場駅は神奈川県横浜市泉区中田南一丁目にある横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B05。第一出入口は同市戸塚区組沢二丁目に位置しており、駅構内には戸塚角と泉区の草境を示す表示板も存在する。関東の駅100線に認定されている。踊り場駅4番出入り口への通路にあるモニュメント。 横浜市とつ区くと泉区の境界の泉区側で幹線道路である神奈川県道22号横浜伊勢原線の踊り場駅前交差点の地下にある。ブルーラインの標高最高地点で駅周辺は横浜市とつ区く泉区内でも標高がかなり高い場所である。駅前から県道をとつかく側に少し下ると天気がいい日には 港未来21地区の横浜ランドマークタワーを見ることができる。また2番出入り口には地下駐輪場が4番出入り口には地下鉄の踊り場変電所も設置されている。駅のデザインは出入り口からコンコースまでの通路は遊歩道をテーマとし壁面の仕上げ材に変化をつけて単調にならようにデザインされている。改札口付近は 地域の憩いの広場をイメージしたアーチ状の天井や大型東板タイル、結晶化ガラスなどにより地域の自然や家並みが表現されている。また随所に猫をモチーフとしたデザインが施されている。改札口から4番出入り口に向かって床に猫の足跡がつけられ、通路には猫の目を模した大型タイルの装飾が踊り場の天井、出入り口の日差しには 猫が踊る装飾が施されている。1.3番で入り口には猫の耳を模した天窓が設けられている。また1番で入り口の外観には猫の体を彷彿とさせるカーブが付けられている。また、開業当初は駅構内の天井にパブリックアートとしてモビール、風、動きと輝きが設置されていたが、現在は撤去されている。駅所在地の通称から、 この地の通称は、また旅を食べた3匹の猫が踊っていた場所とされる、地元に古くから伝わる、戸塚塾、猫の踊り場伝説に由来するとも言われている。このため、駅のあちこちに猫のデザインが施されている。島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札外は地下2階、ホーム階は地下4階にあり、エレベーター、エスカレーターが設置されている。 2007年8月にホームドアを設置した。湘南台型に引き上げ線があり、朝に横浜方面から当駅止まりの列車が存在するほか、当駅からの上り始発列車が毎日運行されている。このため、2007年6月30日まで土曜、休日の横浜方面からの最終列車は、当駅止まりとなっていたが、翌7月1日から湘南台行に延長された。 2015年7月18日のダイヤ改正より、当駅始発、終着の電車が日中毎時2本設定された。駅構内に売店は存在しない。地上には地域ケアプラザと福祉作業所が併設されている。1日あたり乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は19146人である。 開業以来の1日平均条項、乗車人員推移は下記の通り。周辺には住宅地や団地、高校、大型電気店、ファミリーレストランがあり、戦前から栄えていた場所である。太平洋戦争直前から終戦後にかけては、組沢団地付近に2代目戸塚競馬場が存在していた。また戦後の数年間は、日産重工業が戸塚競馬場の北側に、 戸塚工場を開設されていたが、戸塚区カシオ町にあった、カシオ工場と共に、鶴見工場に吸収されて閉鎖した。ありがとうございます。